はい、皆さんこんにちは。サガキャットでございます。もうすぐ3時ですね。9月は13日水曜日でございまして、日経平均はもうすぐ終わりですけどマイナス90ですね。まあ今日はデコボコとですね、上がったり下がったり、まあ小幅ですけどねしてますね。今はマイナス91、ドル円は 147.35 とあんまり動きませんけども、やや円安に押されています。注目の10年利回りはですね、12時39分、これ大丈夫かな、12時39分投げて 0.693 と、今日は落ち着いてますね。ちょっと安いぐらいですね。ドルウォン、あらあら、押されてますね。1328と、日中押されてる感じがします。今日は夜の部どうなるんでしょうね、これね。まあでも言うて基本、ウォン高傾向ですけどね。はい、行きましょう。読売新聞でございまして、これは昨日ですね、の朝に出た記事で、他のメディアでも散々出てました、このニュース。イギリス議会調査員、中国のスパイか、有力与党議員や、下院外交委員長らと接触と。A 氏サンデータイムズなどは10日、A 議会の調査員の男が、今年3月、中国のためにスパイ活動をした容疑で逮捕されていたと報じた。ずいぶん前の話ですね、半年前。男は機密情報を知り得る与党保守党の複数の議員と接触していたという。男は英国籍クリス・キャッシュ容疑者28で、2021年から調査員として勤務。機密情報を取り扱う資格はなかったが、議会の通行証を持ち、対中強硬派で知られる有力議員や下院外交委員長らと仕事をしていた。中国広州のインターナショナルスクールで2年間英文学を教えた経歴があるという。スナク英州は10日、主要20カ国首脳会議が開かれたインドニューデリーで記者団に、我々の議会制民主主義に対するいかなる干渉も容認できないと語り、中国のリー・チャン首相との会談で非常に強い懸念を伝えたと明らかにした。まあ、これで一気にこうニュースが出てきましたけど、あ、これで終わりです。中国ですね、たびたびこうやってですね、イギリス系の国、イギリス、まあ、今回本国ですけども、派手派手しくやったのがですね、オーストラリアでございまして、地方議員を買収する、あるいはですね、地方議員を通じて国会議員に影響力を発揮をしてですね、中国に有利な政策を取らせようとしたと。あるいは日本のですね、この政策を邪魔しようとしたみたいなことがバレましてですね今オーストラリアはですね、完全に反中国家になってしまいました。中国に対する警戒モード満点ですね。でカナダに対してもですね、バンクーバーあたりの地方議会をまあまあ思いのままに動かそうとしてバレましてですね、でカナダ自体に対中警戒心をぐわっとこう呼び起こしてですね、今カナダもオーストラリアもですね、中国に対しては警戒モードいっぱいですね。なんでそんなアホなことすんねやろと思うんですけど、所詮ね、オーストラリアを乗っ取ろうとかね、カナダを思いのままにしようとしたら無理なんですよ、ね、どこかでバレるわけであってですね、思い通りにはいかないわけですね。中国が乗っ取るなんてことは夢のまた夢なんで、ね、どっかでバレるとですね、こう反発を食うというだけの話なんですけど、なんかそこをですね、何かおかしな幻想を抱いているのかもしれません。所詮文明が違うわけですからね。オーストラリアもカナダもですね、イギリス圏でしてですね、イギリスの民主主義を踏襲している国であるんですね。価値観が中国とは全く違います。そこを無理くりですね、中国のですね、ロビー活動プラススパイ活動でですね、言うことを聞く国になれというふうに持っているわけですね。このそもそもコンセプトに無理があってですね、ほんでバレるとそういうふうに反作用があってですね、今や中国ちゃうわ、オーストラリアもカナダもですね、反中国の国になってしまうわけですね。
だからちょっとプラス5ぐらいまでいったと思ったらドーンとバレてマイナス100になってるっていうのがあの彼らの活動の結果でして、中国に対しても同じようなことをこうやってやってるわけですね。なんか非常に勘違いをしてると思います。あのスパイ活動やロビー活動によってこう自分たちの思いのままにできるんちゃうかと。あの民主主義というものはですね、そんな簡単なもんではなくってですね、議会制民主主義なわけですね。議員がですね、それぞれの考えがあるわけです。だからですね、なんていうかこう500人の議員がいるんであればですね、400人ぐらいを思いのままにしなければそんな思い通りにはならないんですけど、それ無理でしょ。で毎回選挙によって変わるわけであって、そこをねなんか勘違いしてるんじゃないかなと。あの中国はね、習近平一匹捕まえたらそれ OK なんですよ変な話、そういう国ではないわけですね。日本もそうですけど、だから議会の中に例えばあの二階俊博とかね、あの林芳正みたいなああいう有力議員をですね取り込んで思いのままにしたらですね、よっしゃこれうまい俺行くと、そういう問題ちゃうでしょ。たかだか2匹でしょ。で林芳正外相おりましたから夢はたった1匹になりましたね。でもうもはやですね、今日本では親中なんていうですねスタンスはありえないわけであって、林芳正はですね次大臣に起用されてもまあ普通に考えて外務大臣は無理でしょう。というか大臣に起用することさえですねはばかられるわけですね、親中派というのは、ですんで、あのもう親中という選択肢がありえないようになっているのはですね、彼らがキャン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 いろんなこう強硬策を取ってですね、アホなこといっぱいこう言うてくるわけであって、それによって警戒感をこう高めるわけですよ。我々はコンソブとか間違ってますよね。あの外交というものがですね、非常に彼らの頭はシンプルであってですね、敵に浸透して支配したらそれでええねんみたいな、そういう考えでやってくるわけであってですね、昔はね、昔のソ連の外交なんかそうだったんですね。まあ、あの日本国内の社会党という勢力に食い込んでですね、社会党に一生懸命資金協力してですね、いろんな情報を与えてですね、それで多数派を握ろうとしたんですけど、結局最後はですね、日本は1億2000万の国民がいて、彼らが投票して決めるわけであって、社会党をいくらですね、我があの棚所の省庁の棚所にしたところでですね、日本を支配できるわけではないんですよ。あのだから社会主義の連中の考えることってなんかやっぱしね、あの議会制民主主義というか民主主義っていうシステムそのものをですね、理解していないですね。理解していない結果ですね、今回のこのイギリスのですね、議会の中の1匹や2匹のですね、イギリス人をスパイに仕立て上げてですね、その情報は取れるかもわかりませんけども、議会の情報って基本的にオープンですからね。で議員の1匹や2匹を籠絡したところで、あるいは議員の1匹や2匹を騙し合わせたところで、当然1匹2匹なんですよ。イギリスの会員ってのは確か500人ぐらいいるんですよ、議員が。もう無理なんですよね、そこを分かっていないな。ほんでバレたらこうやってね反発を食うわけでしょ。取るべきリスクと得るべき、ね、果実というもののバランスが 悪すぎるで結局今中国は結局ところ現時点で全世界を敵に回してるわけですよ。味方はロシアだけでしょ。ロシアは民主主義国ちゃうでしょ。民主主義が機能している国ほとんど全てを中国が敵に回してるんですよ。アホちゃうかと思いますよ。君ら分かってないなぁと。そんなね、単純なね、冷戦時代の思考でね、こう相手をね、なんて、籠絡しようと思うと、それ無理ですよ。結局、反作用の方が大きいわけであって、ちょっとだけ議員を1匹や2匹、味方したところでですね、国全体を敵に回してしまったら何でもないわけでしょ。アホすぎるんですけど、でも彼らの発想なんですよね。あの民主主義国というもののですね、意思決定というものを分かっていない。分かっていないからですね、中枢に入り込んで主要人物を籠絡して親中派にしてしまえば、これでこの国は自由にできるんやと、そういう発想で来てるわけであって、でバレるという前提ではないから、バレてしまったらその反作用で国ごとがですね、対中警戒心がビヨーッと高いモードになるということも考えていないわけですね。で国民が一旦ですね、反中になってしまったら、反中堅中になってしまったら、それはそう簡単に覆らないんですよね。そのことによるデメリットもですね、よく分かっていない。
彼らにはこう世論というのはないわけでしょう、中国には。で、世論が仮にあったとしてもある程度操作できるんですね、中国というのは。で、自分たちのメディアを全部支配してるわけですから、今日本が悪いんやってキャンペーンやれって言ったら、はーいってみんなで日本が悪いというキャンペーンやってるわけでしょ、今汚染水流したとか言ってるわけでしょ。それで支配できるんですけど、我々民主主義国家の世論というのは支配できないんですよ、誰もが。誰もというか、人が意図的に支配できるということはほぼ不可能なんですね。そこを分かってないなというふうに思える事件でございました。この読売新聞のアドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。